車で行こうです。新型プリウスなど、景気が悪くてもヒット車が出ている日本なんですけれども、何もヒットしているのはハイブリッドカーだけではありません。イタリアのとあるメーカーも日本市場で好調なようです。こちらは先日東京の有楽町で行われたマセラティグランツーリズモ S オートマチックの発表会の様子です。昨年マセラティは日本で580台を販売、これは過去最高の数字だそうです。今回は好調な日本市場のユーザーへ向けてあえて都心での発表会となりました。やっぱりねマセラティって華やかでね、なんとも言えない色気があるよね。そうですね、大好きな車なんですけれども、ちなみに今回の車の価格、1665万円ということで、まあ我々にとってはねちょっと夢みたいな話なんだけれどもねまあ、いつか乗ってみたいなと思いつつ、お金はあるところにはあるということなんでしょうね。それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎トモコ富士島エンジン for the life。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回は7年ぶりにフルモデル展示されて発表された、メルセデス・ベンツ E クラスセダンを、紹介していきます。まあ、E クラスというとメルセデス・ベンツの本当に中核的なモデルで、まあ、S クラスなんていうのはね最高級車としてありますけれども、むしろ僕なんかは E クラスこそメルセデスの中心なのかななんて思ったりするんだよね。確かにそうかもしれないですよね。うん、よくフォルクスワーゲンのゴルフが小型車のお手本なんて言われてますけど、うん、まあ、この E クラスはまさにプレミアムセダンのお手本的な存在と言えるのかもしれないですよね。うんうん、そして資料によれば1947年に初代が発表されて以来累計で1000万台以上の販売実績を誇るそうなんです。うん、まあ、日本では高級車の代名詞になっている E クラスなんだけれども、ヨーロッパではまあ安いバージョンなんかもあって、タクシーとかねカンパニーカーでも使われると、まあそういうことがなければ1000万台っていうのはちょっと無理だったんだろうなと思うんだけれども、いわゆるその実用的でありながらでも高級車、その二面性をすごくいいバランスで実現しているのがまあこの E クラスなんじゃないかなと思いますね。まあ、このそんな E クラスのなんですけれども、ボディサイズは従来モデルより若干大きくなっていますよね。まあ、スタイリングはリアフェンダーに昔の E クラスのモチーフを上手に取り入れたりして、まあ一目で E クラスって分かる形になってますよね。うん、そうだね。で本国では本当に多彩なパワートレインエンジンとあるんですけれども、今回日本に導入されたのは3種類のエンジンを搭載する4グレードです。トランスミッションは全車7速のオートマチックになります。今回東名高速から箱根というパターンで試乗してきました。試乗したのは 5.5 リッターの V8 エンジンを積むトップグレードの E550 アバンギャルドになります。それでは VTR ご覧ください。まあ、E クラスはメルセデスの本当に中心となるモデルなんで、まあ、モデルチェンジにするにあたって外観であるとかパッケージングであるとかそういったところでは、あんまりこうアグレッシブなことはしてこない。ただしメカニズムとかそれからまあその基本となる考え方みたいなものっていうのは最新のものを積極的に取り入れてくる。非常にこうオーソドックスに一見見えるんだけれども実はものすごく先進的なモデルというのが特徴かと思います。まあ、E クラスの乗り味、これはやっぱりものすごく快適です。すごいなと思うのは空気抵抗の係数ですね、 CD 値と言いますけれども、それが 0.25、
まあ、プリウスと同じなんですよ。で当然その空気抵抗係数が小さいということは空気に対するその抵抗が少ないだけじゃなくて空気とその喧嘩をしてないということなんで、こうして乗っていても風切り音というのはもう全くありません。この 5.5 リッターの V8 エンジンなんですがトルクがしっかりと、まあ、当然ながら出ていて、なおかつ滑らかで静かでということで上品な振る舞いをするエンジンですね。時速100キロでのエンジンの回転数は1500回転弱ですから、まあ、エンジンの音は、まあ、事実上全く聞こえてこないということです。まあ、メルセデスの車っていうのは本当にその尖ったところっていうのはあまり持っていなくて結構その丸めてくるんですね。ですからそのこれだけの力を持っているエンジンでありながら野蛮なところっていうのが全くない。アクセルを踏み込むと本当にこう上品にだけれども力強く加速していく、このその加速感の作り方とっても気持ちがいいです。ちょっと気になったのが路面がちょっとざらついたところを走った時にロードノイズが高まるような場所があるんですね。この辺りその路面とタイヤと の, そのマッチングみたいなものを今後もうちょっとこう詰めていくともっともっと快適性は上がるんじゃないでしょうかね。でメルセデスはまあそもそもその特に、スポーティー感スポーツ性というものは、さほどまあアピールはしてないと思うんですが、だけれども、まあ、そのやっぱり車っていうのは走るものである以上はこういったところで の, その性能をおろそかにできないというのも、まあ、彼らの基本スタンスなんで今ワインディングロードちょっとこう早めのペースで走ってますけど、すごくそのしっかりとした走りを見せてくれますね。まあ、今ステアリングを回している映像をご覧になっていただくと分かるかと思うんですがほとんどコーナーの途中での修正打がないんですよ。スーッと切り込んで、高く行ってそれで、スーッと戻す、この修正打全くない動きというのは、本当にこのメルセデス の, そのコーナリング性能を物語っている一番のポイントで、まあ、まるで自分の運転が上手くなったようなそんなすごくこう滑らかでスムースなコーナリングができますね。まあ、今回はね高級なセダンということでせっかくなんでねともちゃんと2人でリアシート試乗もしてみたんだけれども結構快適だったよね。そうですよね、うん、あの居住性もかなり増していて、うん、あの頭上の空間私なんて3つも拳入っちゃいましたよ、うん、2人出ても同じようなことですと変だよねこれね。でもねやっぱりこの E クラスっていうのは多分自分で運転するっていう人を買うことがほとんどだと思うんだけれどもこのくらい快適だとなんか偉い人を後ろに乗せるっていうのを全くなんかもうねどうぞどうぞって感じになっちゃうよね。もてなし感がだいぶ増していますよね、うん、そうだね。で、まあ、この E クラスなんですけれども、試乗開発時のもうテスト走行ですね実に3600万キロ走り込んだというだけあって本当にこう最初から熟成度が増してもうまあなんかもう結構こう何年も経って熟成されたモデルのようなね、走り味があったわけなんですけれども中でも僕はねやっぱ550最高級モデルのエアサス付き、これエアサスが標準で付いてるんですけれどもその乗り味が本当に気に入りましたね。はい、今回ですねスタジオにインポーターの方をお招きしていろいろと話を伺っていきたいと思います。お客様はメルセデスベンツ日本株式会社製品広報課課長伊藤節也さんです。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この新しい E クラスのセダンなんですけれども、まあ、メルセデスにとって特に日本にとってこの E クラスというのはとても大切なモデルですよね。そうですね、まあ、先ほど世界で累計1200万台っておっしゃってましたけれども日本でも累計で言いますとやっぱり20万台以上売れている車で、うん、まあ、大体日本のメルセデスの売り上げの台数販売台数の2割以上を占めているということで、ほう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 、本当に中核モデル、飯の種みたいな感じですかね。そ, まあ、そういう部分もありますね、うん、あ、なるほどね。でもその例えば E クラスっていうのはもちろんそのC クラスっていうね1個下のコンパクトなモデルがあって価格的にも安いのがあるんですけれどもその C クラスと E クラスがほとんど同じぐらいの台数っていうのが面白いですね。そうですね、うん、まあ、特に日本のマーケットの場合というのはこの E クラスというのが非常にお客様から以前からやはりそのメルセデスのイメージとして定着してるんではないかと思いますね、うんうん、やっぱりそのメルセデスどうせ乗るんだったら俺は E クラスに乗りたいみたいな
乗りですかね。そうですね、うん、まあ、やはりその上の S クラスとなるとサイズの問題とかそういうところもありますんで、はいはい、やはり個人の方がお乗りになるというケースの場合ですと、うん、これぐらいのサイズがちょうどいいと、うん、なるほどね。で、今回デザインなんですけれども、見た感じその非常にこう一目でメルセデスと分かる、あ、これは E クラスの新しいのだなってスッと入ってくるんですけれども、はい、でもディテールなんか相当変わってきてますよね。そうですね、かなりシャープなラインがあって、うん、でその中に、まあ、伝統的なモチーフを取り入れたフェンダーのラインとかね、うん、そういうものがあったりして。そうなんですね、これですね、はい、確かに似てますね。そうですね、1950年代のポントンと言われてたモデルですけども、うん、まあ、そのエッセンスを取り入れたということで、うん、古いモデルのエッセンスを取り入れるっていうのはやっぱりメルセデスはいわゆるその伝統みたいなものを大切にしてるぞっていうところの表れなんですかね。そうですね、やはりその歴史のあるブランドだというイメージ一つありますんでね、うん、それをきちんと取り入れた上で、うん、革新性もうまく融合したと。あ、なるほどね。でその、まあ、革新性というところなんですけれども、今回いろんなこう最新の電子デバイスみたいなの入ってきてますよね、はい、うん、でそこで面白かったなと思ったのがアダプティブハイビームアシストっていうね、はい、これ普通は、まあ、街中で走ってる時はロービームで走ってて、で郊外なんか行くとハイビームにして、はい、対向車来たら眩しくないようにまたロービームに戻すっていうのが今までの運転スタイルだったと思うんですけれども、はい、これ車は勝手に自動でやってくれるという。そうですね、それをセットしておけば、うん、ずっとハイビームで走りながら対向車が来る、あるいは前の車に追いついたりするとそれを感知して下向きに下げるという、うん、そういうような仕組みになりますね、うん、僕実際に試したんですけれども、はい、やっぱり郊外の車が周りにあんまりいないとこ暗いとこ走るときなんかは、はい、本当にあれいいですね。そうですね、でしかもそれがハイローだけではなくその徐々にということで、うん、まあ、細かく調整しますんでね、うん、非常に使いやすいかと思います、うん、その他に何か売りの最新のデバイスなんてのありますか。あとはそうですね、オプションになりますけれども、うん、アテンションアシストというものがありまして、はい、それはそのいわゆる居眠り防止の機能がついているというものですね、うん、これはその人の運転特性なんかにをきちんと把握して、うん、それでその寝ているような状況だと、それを知らせてくれると。じゃあ気をつけなさいよ、確かコーヒーカップかなんかがね、はい、マークが出てくるんですよね。す、はい、僕あれね出そうと思って、はい、居眠りするとこういう運転かななんてちょっとやってみたんですけど、はい、出なかったですね、あれはなかなかね、うん、そう簡単に引っかからないですね、うん、で、まあ、今回エンジンなんですけれども、はい、5.5 リッターの V8、はい、それと 3.5 リッター3リッターの V6 と、はい、これは従来からの、はい、まあキャリーオーバーのエンジンということになりますかね。そうですね、はい、うん、これは従来のエンジンですね、うん、よくまあ、メルセデスってモデルチェンジしても最初のうちはエンジンって古いものを使ったりしますよね。そうですね、そういうケースもありますね、うん、ただ、まあ、ヨーロッパですとガソリンの直噴エンジンなんかもありますし、うんうんうん、あるいは4気筒のガソリンのターボの直噴なんていうのもありますので。なるほどね。ただその今結構その燃費っていうね、燃費非常にこう注目されている中で、はい、エンジンをこう変えなかった、でも細かいところなんか、はい、なんか燃費対策っていうのやってるんですか。そうですね、まあ、今我々ブルーエフィシェンシーと呼んでおりますけれども、うん、例えばエンジンだけではなくですね、まあ、先ほどおっしゃった空気抵抗とかですね、うん、それからエンジンについている例えばパワーステアリングのポンプとか、うん、まあ、そういった、オルタネーターとかですね、うん、そういったものの抵抗を減らすとか効率を上げるということで、うん、車のエンジンに対しての負荷を減らして、うん、それで燃費が稼げると。細かいところの積み重ねっていうところですね。非常に、あとはタイヤ、うん、エコタイヤを使うとかですね、うん、そういったこともやってますね。確かに乗ってみるとなんかこうなんかスーッと動く感じってあったよね。抵抗の少なさがありましたよね、うん、そうだよね、はい、伊藤さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それで一旦 CM です。はい、それではここで、メルセデス・ベンツ E クラスの評価に行きたいと思います。僕の評価こうなりました。丸、熟成された走り、まあ、これは非常にこう関連的な表現になってしまったんですけれども、3600万キロのテスト走行してから商品化したと。3600万キロっていうと、地球の、九州
900周です。はい、900周分を走り込んだと、いうことで、本当にこれはね、日本のメーカーでちょっと真似のできないことをやってるわけですね。その分、出た瞬間から、まあ、相当なそのなんですかね、熟成度、いろんな路面に対する、受け答えっていうんですかね、それはサスペンションなんかの設定にも感じるんですけれども、それがすごく良くなっているということで、まあ、その熟成度の高さ、それはね、持っているもともとの実力も高いんだけれども、それが極めて熟成された状態で出てきたというのが、まあ、乗ってみて感じたところですね。で、一方のバズ、これさっき伊藤さんにもちょっと、話を振ったんですけれども、エンジンが新しいの今回乗ってないんですね。そういう意味では、今後新エンジンが投入されると、この E クラスというのはもっともっと先進的な、魅力的な車になっていくんじゃないかなということで、このあたりはまたね、後ほど伊藤さんに伺ってみたいと思います。はい、はい、私なんですが、こちら今回は丸のポイント、軽やかさですね。まあ、今回試乗した車は387馬力の E550 のアバンギャルドだったんですけど、まあ、パワーはあって、まあ、余裕で走れるっていうのはなんとなくわかるんですね。でも走り出しとか、あと街乗りですとか、あとブレーキの止まり際のフィーリングなんかもすごくスムーズで扱いやすかったですし、あと高速で驚いたのは、空気抵抗の少なさですよね。やっぱりスーッと走っていくっていうのはまさにね、そんな感じだよね。でアクセルをちょっと抜いても、こう抵抗なく前の車にそのまま追いつきそうなぐらい効率が良くて、本当に驚かされました。そしてバツ、これはちょっと対象年齢がアップしたんじゃないのかな。親父臭くなったってこと？いや、まあ、そこまでは言いませんけど、クラシカルなイメージで、まあ、すごく大人のイメージを、まあ、得て、クラス感が高まったと思うんですよね。まあ、すごく贅沢なイメージでいいと思うんですけれども、まあ、助手席に乗せてもらいたい助手的な視点で見ると、水平基調のインテリアの雰囲気、ちょっと年齢的に上の方に似合う雰囲気になったかなっていう感じがしました。なるほどね。というわけで、2人の評価はこんな感じになりました。それでは一旦 CM です。藤友流のコーナーです。今回のお題はこちら、一味違う個性 AMG スポーツパッケージです。今回は新型 E クラスに設定される AMG スポーツパッケージについて、この仕様が標準装備となる E550 アバンギャルを使ってご紹介したいと思います。 VTR どうぞ。まず一番の特徴は、エレガントな E クラスをよりアグレッシブに見せる AMG スタイルですよね。これに貢献しているのが、フロントスポイラーとサイド&リアスカートで構成される AMG スタイリングパッケージです。より開口部の大きなフロントバンパーをはじめ、ノーマルとは一味違うスタイルはいかにも走りを予感させますね。スクエアなデザインのエクゾーストエンドも、もちろん AMG スポーツパッケージの専用品となります。走りの機能面では、スタイル4と呼ばれる18インチの専用アルミホイール、そして優れた制動力を誇るフロントブレーキには、ロゴ入りのブレーキキャリパーとドリルドベンチレーテッドデスクが装備されます。スタイリングもさることながら、インテリアにも AMG 専用品がおごられています。スポーツタイプのフロントシートをはじめ、パドルシフトを備えたスポーツステアリング、そしてステンレス素材のアクセル&ブレーキペダル、さらにフロアマットも AMG のロゴが入ったタイプとなります。この AMG スポーツパッケージ、標準で装備される E550 アバンギャルド以外では、 E350 アバンギャルドにオプション設定されていて、価格は45万円ということなんですが、五郎さんいかがですか？いや、この45万円は安いんじゃないかなと思うね。見た目だけじゃなくて、ブレーキまでものすごいのがついてるわけじゃない。これでね、45万円だったらね、僕はね、欲しいなと思いますね。確かに、ブレーキだったら、ワンセットだったら相当しそうな感じしますよね。いや、昔 AMG のなんかっていうと、もう一声100万円みたいな世界だったってことを考えると、かなりこれはね、リーズナブルなんじゃないかなと思いますね。まあ、これでも物足りないという E クラスを買いたいお望みの方には、全てがスペシャルな E クラス
E63AMG が1495万円でご用意されています、うん、これいいね、魅力的だね、これすごいですよね、うん、以上藤友流でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、Kカースペシャル、ザ・マイ・カー、ドライバー、ナビ、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、ルボラン、以上11紙の中からご希望の本を抽選で110名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。車で行こう、今回メルセデスベンツ E クラスを特集しましたが、ともちゃんどうでした？いや、従来のモデルと同様に、うん、先進装備をたくさん盛り込んで登場した E クラスなんですけど、うん、まあ、純粋にこの車としての走行性能のレベルがものすごく上がった感じがして、うん、ね、乗るほどにすごくいい感じに乗りこなせそうな車だなと思うんですけど、うんうん、そうだね。でやっぱりその E クラスっていうのは本当に世界最高の実用セダンでありながら高級車であるっていうね、その子はもう一本線の筋の通ったものは伊藤さん今回も変わってないような気がしますね。そうですね、うん、やはり、まあ、このセグメントこの車っていうのは、うん、一つのベンチマークに世界の、うん、このカテゴリーの車のベンチマークになってるんではないかなと。まあそうですね、みんなやっぱりE クラスを見てじゃあうちはどうしようって考えるっていう、それがまあベンチマークっていうことですよね。そうですね、安全性とか快適性とか、うん、まあ、そういう部分特にそうだと思いますけども、うん、でそういう意味ではさっき僕が×をつけた、はい、新しいエンジンはどうなるのっていう話なんですけれども、はい、これ伊藤さん今伊藤さんの口から言えることがあればこうアピールしていただきたいんですけれども。そうですね、まあ、先ほどもちらっと言いましたけれども、ヨーロッパで出ております4気筒の、うん、ターボチャージエンジンなんですけれども、うん、そういった、まあ、そのエンジンは非常に低燃費型のエンジン、はい、なおかつ効率が良くてパワーもあると、うん、そういったエンジン、それも日本に、まあ、近々導入しようというふうに考えておりますし、うん、その先例えばディーゼルエンジンですね、はいはい、これもやはりぜひ日本に持っていきたいというふうに考えておりますので、うん、ディーゼルは、まあ、先代の E クラスの、はい、今 320CDI あったんですけれども、はい、あれよりもさらにクリーンなものが入ってくるんですかね。そうですね、はい、そういう意味では非常にクリーンなものが入ってきます、うん、で E クラスというとやはりそのステーションワゴンっていうのが、まあ、先代なんかはかなり人気あったと思うんですけど、それもやっぱり予定に入ってるわけですね、はい、そうですね、ステーションワゴンもありますし、それから7月の29日に発表しましたクーペモデルですね、はい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 、これも久しぶりに E クラスのクーペという形で出てまいりましたので、かなりバリエーションが広いと。うん、なるほどね、はい、まあ、あと S クラスには、ね、ハイブリッドなんかも搭載されてきて、そういう意味ではメルセデスもどん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 そうやってこう新しいテクノロジー使って燃費を下げようという動きはさらに加速していきそうですよね。そうですね、うん、やはりもうこれだけ社会がそういうところに目を向けるようになってきたということで、うん、まあ、我々もぜひそれをリードしていきたいというふうに考えています、うん、でこの E クラス、まあ、相当完成度の高い形で出てきたと思うんですけれども、賞賛いかがですか？いや、やはり非常に、まあ、私が言うのもなんですけども、いいものが出てきたなということで、うん、きっとお客様にも理解していただいて、うん、まあ、ぜひですね、乗っていただきたいなと思います、うん、やっぱ本当に完成度の高さっていうのがこの車のキーワードかもしれないね。そうですね、うん、はい、来週はアバルト500を紹介します。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。